今これ問題5、ね、血圧脈拍尿量、末梢で見ていきました、はい、どうですか、上がってる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 ですよ、ね、この量と抵抗のバランスでできてるんです血圧っていうのは。でも上がってる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 ね、カテコラミンリリースというのはこれが一度に起きてしまいます。でも見えない時があるので、一つでも何かが引っかかったらカテコラミンリリースを疑って見てみてくださいね。上がってる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 になってないかどうか、はい、つまりこれどういうことかというとですね、もうカテコラミンリリースがされている時はですね、アクセル全開なんですよ。アクセル全開です。アクセル全開にやってるわけですよ。それで正常を保ってるんです。アクセル全開の状態で正常風に風を見せてるわけですよ。でも裏では全開なわけですね。それがこのバイタルサインで出てしまうっていうことなんですね。はい、衝撃を受けました。最後は感動で終わる講義をありがとうございますと称賛されたセミナーで、看護ケア向上に役立ちます。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらのQR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口創始ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。最後すごいいただいてありがとうございます。なんか変の根拠を持って観察したいです。はい、ありがとうございます。はい、なんとなくおかしいって感覚からバイタルサインがつながって視点が変わりましたということで、はい、バイタルサイン何回も言うんです。生きてる合図なんですよ。看護ケア向上のためのバイタルサイン、これも言ってしまうとこれなんです。病状増悪の兆候を見ましょう。この兆候を見抜けなければいけないんです。それが出るのがバイタルサインなんです。だからこれをヤバイタルサイン、これね本当に使われてる言葉ですからね。病状増悪の兆候を見つけなきゃいけないんですよ、バイタルサインで。もうちょっとしたらショックになりますよ、今その前段階ですっていうのがですね、バイタルサインに出るってことなんです。ここを見抜く、これがですね看護ケア向上のためのバイタルサイン。あの上司に報告に行ったわけですよ。急変があって、谷口急変はないっていうこと、そういう言葉で片付けるの。お前がこの急変の兆候を見つけられなかっただけだ。それがね今でも心に突き刺さってるんです。だからですこのセミナーにつながってるんです。心理っていうのはですねシンプルにできてるんですよ。呼吸と循環しかしてません、ね、収縮と拡張しかしてません。だからこの心理に近づいて、これが学べば学ぶほどシンプルになるということなんですね。こうやって今まではですねみんな難しい方難しい方に行ったんですけども、タテニスとは違います。シンプルにシンプルに。なのでこういうことをやってる人いらっしゃらないと思います。これはですね新世界と表現しました。新年の新世界セミナー、タテニスとしてスパイタルサインっていうのは血圧、脈拍、呼吸、体温なんだと、はい、血圧っていうのはエネルギーである、それはですね量と抵抗でできてるんだよ、この2つだけなんだよということなんです。直の定義はですねこの2つのどちらかの破綻なんですよ。つまりこれどういうことかっていうとですね、もうカテコラミンリリースがされてる時はですねアクセル全開なんですよ、ね、アクセル全開でやっと今の血圧だったり脈拍維持してるわけですね。循環を維持してるところなので一つでも狂うとですねショックにいきます。バランスでこう保たれてたのがもうアクセル全開になって全開になってっていうのがカテコラミンリリースなんです。この状態がこのプレショックってなり、そしてこれをヤバイタルと呼んでいます。脈拍、血圧、体温、そして霊感を伴うのに言ったらもうショック寸前です。はい、地球というねこの循環の中に我々は生きていると、これでいうと呼吸は1分間に18回です。じゃあそれを倍にするとどうなりますかっていうとですね、はい、36になりますね。36は体温なんですよ。我々はずっとつながりの中で生きているということなんですね。こうやって覚えるとすごく楽じゃないですか。18でもずっと倍ですよ。これが正常値ということになっていきます。お弁当作りながら見ています。ワクワクしすぎてますありがとうございます。はい、そういうのができるのもですねこのオンラインの良さですね。